日本関東地方南関東南関東とは関東地方の南部または中南部地域を指す一般名称である埼玉県千葉県東京都神奈川県の1と3県を指す場合が多い同じく北部または中北部地域を指す故障として北関東がある南関東とは関東地方南部を指す通称である区域について 明確な定義はなく、分野や場面に応じて様々な分類で定義されるが、以下の地域を指す場合に用いられることが多い。南関東には、日本の首都である東京が位置している。東京区部を中心とすると市験を指す、首都圏あるいは、東京圏という用語が、埼玉県、千葉県、東京都神奈川県の1と3、県のことを指す場合がある。したがって、首都圏あるいは、 東京圏という用語と南関東という用語とが同一の範囲のことを指す場合がある。なお、首都圏あるいは東京圏という場合は前述の1と3県に加え東京都心から 50km 以内の距離に位置し、かつ東京への通勤者も多い茨城県南西部も含まれる場合もある。相模トラフと日本海港、糸井川静岡構造線に囲まれ、 各々の異なるプレートが南関東直下に潜り込む複雑な構造である。このため巨大地震が過去繰り返されており、今後もその危険性が指摘されている。南関東の顕著な被害地震は1703年、1855年、1923年など起こっている。元禄と対象は相模トラフを震源地とした巨大地震であった。 また近年では1987年の千葉県、東方沖地震、1992年の浦賀水道の地震、1980年や2005年の千葉県北西部の地震などが震度5弱以上程度の揺れと被害をたびたびもたらしている。茨城県南部や東京都多摩地域も地震活動が活発である。このように南関東は方々に 地震の巣を抱えている。ひとたび大きな地震が起こると、人口密集地であるために被害が大きくなりやすい。また、小田原など、相模トラフや富士山の近くでは、群発地震が起こることもある。関東平野の地盤は軟弱であるため、周辺の山がある地域よりも揺れが大きくなりがちである。全域が太平洋側気候に属しており、一般に年間を通して、 温暖湿潤な気候であるが、太平洋側に面した平野が広がっていることから、夏季のタウと冬季の勝雨、乾燥という傾向が見られる。北関東と比べると、冬季の勝雨乾燥傾向は弱い。南部の太平洋岸に近づくにつれ、日本海流の影響を受け温暖となる傾向があり、冬にはその傾向がより顕著となる。このような気候を利用し、房総半島南部では、 菜の花の栽培が盛んに行われている。この地域は乾燥しており晴れの日が多く、乾燥した風は空風とも呼ばれる。また、雪は上空の気温が低いところに南岸低気圧や気圧の谷が近づいた場合に限られ、粉雪かどか雪のパターンが多い。積雪は少なく、特に平野部の東京都内、横浜市、千葉市の大都市周辺では、 積雪は稀である。しかし、南関東地域で、ひとたび積雪すると、すぐに列車の遅れ、運休、道路の渋滞、自動車立ち往生などが発生し、交通機関が麻痺してしまう。なお、週間予報で大雪になることを予測することは、難しい。北部に行くにつれ内陸性気候となり、気温の年角差は大きく冬の乾燥傾向も強くなる。 西部は関東山地などの高地があることから中央高地式気候の影響を受けて気候は冷涼となり冬には平地と異なり10センチメートル以上の積雪が多く見られることがあり場所や年によっては大雪となる関東山地では平野部と比べ春の訪れが遅く秋の訪れは早いが春は新緑秋は紅葉が綺麗であるまた 都市地域に広く覆われていることから、特に東京都内ではヒートアイランド現象が見られ、冬の冷え込みの弱さや夏の猛暑がもたらされ、その現象によって、気行就職を受ける。特に、晴れた冬の夜は郊外に行くにつれ気温が急激に下がり、多摩や神奈川県中部、埼玉県中西部、房総半島内陸部と都心では最低気温に7、摂氏10度もの差がつくことも、 珍しくない。古代、関東地方の平野中央部を流れていた入間川、荒川、利根川、渡瀬川、太日川及び毛野川は、暴れ川と呼ばれ、大雨の土に氾濫を繰り返すため中、下流部の低地には湿地帯が広がっていたと言われる。現在の霞ヶ浦手賀沼を含めた一連の湿地帯が干拓されて、高地となったのは江戸時代以降のことである。 徳川家康は、江戸に入法した後、旧都根川と旧荒川の世賀へ事業を合礼し、江戸湾に注いでいた旧都根川と旧渡瀬川を当選して毛野川に分流させ、また旧荒川を聖選して旧入間川に合流させる世賀へを行った。この事業で、武蔵国中部日立国水橋に広がる、低湿地やカトリカ江の裏は干拓されて、高地となり、さらに、 入間川の川口部は埋め立てられ、江戸の下町に生まれ変わったと言われる。この事業の以前、現在の東京日比谷は、江戸湾の磯に面した海苔や柿の養殖場であり、また、神田付近にあった一山を崩してその土砂を干拓に用いたと言われる。古代の北関東には、ケノ国が成立し、一方の南関東には、ブヤシリング国が成立していた。ケノ国から分国された。 下谷国の国造会地族である、下野小丸は、奈良時代、大和朝廷に呼ばれ藤原富人と,と共に、大法律令の返産に従事し、律令制が敷かれた際には武蔵国は、東山道の地域区分に割り当てられていたから、当時の武蔵国は、北関東と同一地域であったとみなすこともある。そのすぐ後の771年、武蔵国は、東海道に編入され、 江戸時代以前の地方区分が形作られた。平安時代、関武天皇は多くの巫女に恵まれ、その職位を増やすために、新王忍国制度を作り、上野国、北地国、下宇佐国をこれに指定した。新王は赴任せずに六を得られたため、新王の血族で下級貴族であった関武兵士の勢力が、関東一円に広がり万道兵士が起こった。 坂道兵氏は地域に土着し強い勢力を有することになり、鎌倉幕府を起こした聖は源氏、源、頼朝の一族でさえ、坂道兵氏一門の北条氏に滅ぼされ、また、戦国時代に関東に派を唱えた伊勢兵氏の御北条氏には、関東の名門、聖は源氏流、佐竹義主家道、里見義康、藤原北家流、宇都宮国綱、道、 結城春友も疲弊させられたが、いずれも、清和源氏を称する勢力によって制圧された。制圧の後、鎌倉には、清和源氏流足利氏が、また小田原には、藤原北家宇都宮氏流を称す大久保氏が配置され、これを統治した。この期間、鎌倉は、我が鉱島を拠点とする宗や元との交易によって、富を得て、また鎌倉から、関東各地には、 鎌倉街道が設けられ、南関東の中核として、大いに繁栄した。江戸時代、徳川幕府は戦術の利根川当選により、江戸から北関東に至る水路を確保し、北、関東、道の区国と江戸を結ぶ、物流水路を整備することに成功した。この水路整備こそが、江戸の町を世界に、名だたる大都市とする基盤となったのである。徳川家は腹、伏線。 普代の旗本等を関東各地に配し、明治維新によって王政復古、反赤奉還がなされるまで、関東一帯はいわば、藤原北家、清和源氏流昇氏が支配する土地となり、逆にこれが関東の文化を比較的確一化、平坦化したと言える。江戸時代も末期になると、南関東は小に異国人と直接接する機会も多くなり、 生麦事件などの外国人殺傷事件もしばしば起きるようになった。明治時代以降、南関東には貿易港が確立して巨額の富を得ることとなり、この富を利用した政策が取られるようになった。明治政府が中央集権体制を成立させて、以降は急速な近代化と一極、集中型経済政策により、政権の所在地である東京とその近辺は、 急激な変化の過中に巻き込まれた。南関東という場合、競技では東京とその近辺を指すこともあるが、実際には南房総や伊豆半島のように東京とその近辺よりも南側の地域が存在するため注意を必要とする。このように東京湾の近くには、鎌倉には鎌倉幕府、江戸には徳川幕府や明治政府といった政府が置かれていた。 この東京湾近辺の政権の特徴として、機内と道の区国の間に位置する東の拠点としての位置づけが大きい。南関東は政権基盤になりやすかったという事情もある。佐藤博信や岡野智彦によれば、中世の関東は領主制の形態が、利根川を境として、東上の下助、日立、下宇佐、上さ、安房と上野、 武蔵、相模、伊豆に分かれていた。A 地域は伝統的な豪族層が支配する地域で僧侶制の縦社会を構成しており、政権には従順ではなかった。それに対して B 地域はフラットな一期を構成しており、政権に従順だった。ご法上司が関東発集体制を確立するまでは A 地域と B 地域は対立関係にあり、政権は B 地域の中小国人層を政権基盤として A 地域の大豪族と対峙していたという。鎌倉幕府や徳川幕府が文字支配を敷いた時代には武士団や地方王国が乱立しており、どちらかといえば地方文献的で関東平野の独立国家という色が濃かった。南関東は政権の置かれた場所、街道の整備、防御性 経済の発展などによってその領域が変化し、領域内の規制も変化してきた。地理的一体性がない時代立領制度下の5期7、道の区分では、東山道の薄水関から東の国である上野国と下野国が東山道に属し、東海道の足柄関から東の国である相模国、武蔵国、安房国、 カズサ国、シモウサ国、ヒタチ国が東海道に属していた。ただし、武蔵シ国は沿岸国ではあるが、東海道に転属したのは770年以後であり、それ以前の武蔵シ国は東山道に属していた。これは、日本初期の安官天皇期に武蔵国作りの内紛に、後の上野国の豪族である、上ミの国像が直接介入したとあることから、 両政国成立当初には武蔵国が未だ上野国の影響下にあったからではないかと言われている。当時の国府所在地を見ると武蔵国においては甲府盆地から関東平野に出た最初の平地である武蔵府中に相模国、安房国、上佐国、下宇佐国、日立国では箱根、足柄を越えて関東に入ってすぐ相模川手前の小田原。 大磯、平塚付近、相模湾沿いに進んで、三浦半島を渡り、内房を南下した三好、内房を北上して、すぐの市原沿岸に、さらに北上した、太日川手前の市川、香取海を渡った対岸の石岡、そして、上野国、下野国では、薄い峠を越えて、関東平野に出た、最初の平地である前橋。 足尾山地の南端を回って毛野川手前の栃木という風に置かれていた。つまり、東山道グループの上野国、下野国、内陸グループの武蔵国、東海道グループの相模国、上沢国、安房国、下嘘国、日立国と分かれていた。五季七道の国府は、下行する貴族や官僚の利便性が良く、防御や推理の良い土地に置かれた。また、 当時の統治体制は、山東県に近しい系の権力者が、日本各地に領地を私有し統治する構造であったため、南関東、関東地方も、同様に、全体としての地理的一体性がなく、分割統治されていた。また、律令時代の南関東は流刑における温竜の地で、あったため、遠隔地であったにもかかわらず、比較的身分の高い人物が土着し、 地域文化やその後の統治体制などに大きな影響を与えた事例も見受けられる。東海道の重心防御の時代このような機内の認識に対して関東一帯は馬の産地として機動性に優れた軍事力を持つ武士団が台頭し将来の独自政権の地盤が作られていった。平安時代後半に下級貴族として地方に土着化した。 軍事貴族の兵士と源氏が日本各地で統領となって権力争いをするようになると昼が小島に配慮されていた源の頼朝をいただいて南関東は軍事的に一体化する当時の南関東は北条氏や千葉一族三浦一族など万道兵士の地盤であったが北関東の足利氏小山氏結城氏八田氏宇都宮氏後に 日田市や佐竹氏らの勢力も背後に従えると、南関東、鎌倉の地に武士政権を打ち立てた。朝廷と鎌倉幕府という二つの政権が、並立すると、東海道の自然障壁である由井富士山、箱根峠伊豆半島を第一の防衛線として、鎌倉幕府、戦国時代には、後北上氏の地盤となった。天正時代には、徳川家康が、岡崎や、 浜松や駿府などを本拠地にして、街道の覇者として君臨し、やがて、箱根峠伊東に位置する江戸に本拠地を移し、1603年3月24日に徳川幕府を樹立した。いずれの政府も、機内に対して、東海道の箱根峠というよ大きな盾とした重心防御を敷き、南関東は一体化して発展した。江戸を中心とした、 五街道の時代徳川幕府は五街道を整備し、関東地方には江戸を中心とした放射状の道路網が整備された。南関東と機内との間には陸路では東海道と中山道が、海路では太平洋経由の航路が整備された。一方、道の区との間には陸路では日光街道や水戸街道が、海路では江戸湾と根川荒川の流通ルートが確立した。 さらに、参勤交代によって、江戸が情報の集散地として、大名たちが江戸の判定に地方の富を持ち込むようになると、日本の富が江戸に集中する。そして、立領時代以後の日本において、機内以外で初めて、機内を超える日本の中心地となった。また、徳川幕府によって、インバヌ沼の干拓や武蔵野大地の神殿開発も実施され、南関東、または、 関東という面の広がりを持つようになった。江戸時代を通じ、三金交代の隊列に入った地方の下級武士が江戸で生活し、また土地を相続できない農家の地南以下が養子縁組やデッチ暴行で江戸に出てきた。さらには東北地方などで飢饉が起きるたびに、江戸には農業を放棄した無宿人が大量に流入するようになる。このため、 特に1800年以後の江戸の人口の多くは、無産階級で形成された。そして、それまでの日本の貴族、武家文化のような富裕層、支配階級の文化から、無産階級の庶民文化、大衆文化が江戸で花開き、現代に受け継がれている。日本の中心になる時代、徳川幕府が明治政府に倒されると、皇族は京都御所から江戸城に住居を移した。 この時、江戸は、東京と改名されて、薩長と天皇が率いる明治政府の本拠地として、国家機関も置かれて、実質上の首都になった。こうして、東京は、機内以外で、中央集権型政府の所在地としては、初の都市となった。中央集権体制によって、江戸時代の天領以外からも税が集まった東京は、日本の富を独占するかのような発展を始め、 人口も急増した。明治以前の日本では、外交窓口である港と政府所在地とは地理的な理由の他に、外国由来の伝染病の蔓延や外国経済との連動を防ぐなどの理由によって離れているのが通例であった。しかし、明治以後の近代国家となった日本では、政府所在地である東京と、幕末に開港した外交の横浜との間に、鉄道が敷かれ、 外交と内政が密接になった。また、経済や文化においても内外が密接になり、東京と横浜は西日本の神戸などとともに西洋文化の窓口となり文明開化をもたらした。東京の人口減少をもたらした出来事1923年9月1日に発生した関東大震災により都市の構造が大きく変化した。震災後は、 東京市の被災地から逃れて、隣接する軍部に移住する者が出現して郊外化が進んだ。また、中京や機内をはじめとした他都市に移住する者も,もあり、大阪市が日本最大の市となる一方、東京市も横浜市も人口が減少した。第二次世界大戦中には、1945年3月10日の東京大空襲をはじめとして、千葉、東京、川崎、横浜、 横須賀などの都市は、軒並み激しい空襲に見舞われた。第二次大戦中には、地方の小都市や村落に疎開するものが、次々と現れ、都市部の人口は減少した。戦後も、食糧難からすぐには、人口が回復しなかった。ありがとうございます。